コリン・チャールズ・グリーン・ウッドは、イギリス・オックスフォード出身のミュージシャン。英国のロックバンド、レディオ・ヘッドのベーシスト。シンセサイザー・ラップトップなどのテクノロジー楽器や、クラベスなどのパーカッションなども扱う。同バンドのメンバーであるジョニー・グリーン・ウッドの実景。全寮制のアビントン・スクールで、トム・ヨークと出会い、共にジョイ・ディビジョンの大ファンだったということで、意気投合し信仰を深める。 学生パンクバンド TNT に参加後、トムと共に同バンドを脱退。その後、レディオヘッドの前身となるバンド o n エ A FRIDAY を結成する。以降、共に20年以上音楽活動を続けている。世界で最も有名なカレッジの一つであるケンブリッジ大学卒というメンバーの中でも屈指の工学歴の持ち主だが、本人曰く大学で学んだことは、 ハンバーガーにチーズを乗せるか乗せないかの聞き方だけと話しているクロスピット氏。メンバーで最も陽気、ジョーク好きで明るい人柄。メンバーで唯一肉食を好み、ジョニー・グリーンウッドによれば重度のビールジャンキーというほどの酒好きでもある。トムと最初に出会ったメンバーであり、バンドメンバー、共同制作者という立場以上にトムとは無二の親友。実弟のジョニーとの仲も良い。 ちなみにコリンはジョニーをジョナさんと呼ぶ。ライブではフィルセルウェイの横にアイコンタクトをしながら張り付き、まさにリズム体といった譜面をなぞる堅実なベースでバンドアンサンブルの土台を支えるがフレーズそのものはアイデアに富んでいる。ザ・ベンズ5の休暇を利用して一度コントラバスやフレットレスベースなどを含めた本格的なベースレッスンを受けており、その後の OK コンピューターでのプレイは、エアバッグ、パラノイドアンドロイド、クライミング、アップザウォルスなどの楽曲に見られるように以前より、印象的で、楽曲をより活かすものへと進歩した。時にシンセサイザーなども演奏し、テクノロジー楽器についての知識はメンバーで、ジョニーに次ぐ。奥手で演奏していて、ギタリスト3人に隠れていて目立たないものの、演奏パートがない時は服を着替えたり飛び跳ねたりと、 意外とアクションの大きいステージングも披露している。1998年にアメリカ人の文芸評論家、モリー・マグランと結婚。ジェシーとアサという名の二人の息子と共に家族でオックスフォードシャアで暮らしている。ありがとうございます。